今日もリンゴ酵母パンを焼いていきます。材料の分量は前回と同じ。で、前回あまり膨らまなかったので、今回からどのリンゴ酵母を使ったのかっていうのを記録していきます。で、今回使ったのは、このペットボトル。ペットボトルに富士リンゴジュースで、元国光リンゴを消して富士に書き換えてるラベルのリンゴ酵母を使っています。焼き上がりが午後3時58分。いってらっしゃい。言い忘れた。今日は DJI ポケット2の設定は、標準カラーで ISO 最大が3200に設定してます。で、リンゴジュースを入れてまたリンゴ酵母を増やしていきます。もうそろそろ恵方巻きの季節なんですね。で、月の初めは恒例の郵便局ということでカメラオフ。郵便局のローソンにも売ってなかった。そしてアジアンランチのキッチンカーが今日来てるはずなので、そこでランチを買って事務所に戻ります。道間違えた。こっちじゃないや。今日は何しよっかな。料理になります。もしよかったらお惣菜に覚えていってください。はい、3種のぶっかけご飯で、ソムタムサラダとパッタイと鶏の唐揚げのレモングラスソースかけを。よし、アジアンランチで昼ご飯。でちょっと自分よそ見してたんで分かんなかったんですけど、なんか間違えてよそっちゃったみたいで、クリーミーカレーをかけちゃったみたいなんですけど、そう、自分が頼んだのは鶏の唐揚げだったんで間違えてクリーミーカレーをサービスしてもらっちゃいました。そしてそろそろブルーボトルコーヒーの豆がなくなってきたので、ブルーボトルコーヒーの豆を買います。で、今回は何にしようかなって、なんかまた変わってるな。バレンタイン商戦かと思うんですけど、チョコレートが入ってますね。ベラドノバにしよう。アップルウォッチだとなんか全然成功しない。できた。アンドロイドだと簡単に決済できるんだけど、 iPhone とかアプローチだとか全然うまくいかないな。で、ブルーボトルコーヒーのベラドノバンを買いました。けどなんでアップルウォッチで支払いは失敗するんだろう。あのブルーボトルの自販機、前回もアップルウォッチのアップルペイで支払おうと思ったんですけど失敗しちゃったんですよね。相性が悪いのかな。じゃーん、アジアンランチの3種掛けですけど4種掛けです。自分はこの唐揚げとパッタイと、あ、これなんだっけ、忘れちゃった、このこれの3種掛けを頼んだんですけど、店員さん間違えちゃってこのクリーミーカレーをかけちゃったんですよね最初で。途中で気づいてすいません間違えましたってことで唐揚げを乗せてもらっちゃって4種掛けになっちゃいました。じゃあいただきます。いや、最初にこのクリーミーカレーを。美味しいです。ごちそうさまでした。そして今朝のドリキンさんの動画を見ていたんですが、アルファ1とか FX6 が欲しいだとか、アルファ 7S3 をもう一台買いたいだとか、てかもうカズさんは買っちゃったそうなんですけど、なんかこの3名、もう次元が違いますね。けど、この3名の話してるのを見てると、なんかめちゃめちゃ面白そうなんですよね。いやー、今回のシネマティック対談もめちゃめちゃ面白かったです。パンが焼き上がりました。さて、今回はどんな風に
膨らんでるでしょうか。じゃーん。あんまり膨らんでないですね。次焼くときは別のリンゴ酵母を使って焼いてみます。